デジナビヘッドラインニュース11月号。この番組はデジモン関連の最新情報をご覧のラインナップでお届けします。今月のピックアップ、11月に新しく発売される商品の情報をいち早くお届けします。まずはこちらの情報から。11月7日発売予定、一番くじデジモンアドベンチャー。デジモンアドベンチャーの一番くじがついに登場。あのオメガモンやウォーグレイモンが立体化。さらにスペシャルなデザインの墨式ビッグタオルなど豪華ラインナップで展開。全国の書店、ホビーショップ、ゲームセンターなど取扱店舗にて順次発売予定です。続いては11月27日に発売予定、デジモンカードゲームスタートデッキ。デジモンカードゲームの新たなスタートデッキが特別価格500円で発売。ラインナップはギガグリーン、無限ブラック、ベノムバイオレットの全3種。自分だけのデッキを構築し勝利をつかめ。そして作品の世界観を凝縮したフィギュアシリーズ VS シリーズの第1弾として VS シリーズデジモンアドベンチャー僕らのウォーゲーム、オメガモン VS ディアボロモンが登場。劇中ラストの激闘のシーンをそのままに迫力のある造形、空間構成で再現。大きさも約35センチと大迫力。プレミアムバンダイ、メガトレショップ他にて予約受付を開始します。詳細はデジモンウェブをチェック。どちらも見逃せない今月のピックアップでした。続いてはバンダイ商品担当者による開発秘話や熱い思いをお届けする今月のイチオシ。今月のイチオシグッズは一番くじデジモンアドベンチャー。早速商品担当者のインタビューをどうぞ。バンダイスピリッツロトイノベーション事業部一番くじ開発担当秋元と申します。はい、今月のイチオシはこちら、一番くじデジモンアドベンチャーです。一番くじのラインナップを紹介したいと思います。まずは A 賞オメガモンフィギュア、やっぱりもうデジモンといえばオメガモン。 B 賞のウォーグレイモンフィギュア。 C 賞フルカラービッグタオル、こちらです。じゃーん。 D 賞はこちら、と墨式ビッグタオルになります。墨絵師さんのおかずさんという方に書いてもらった墨絵になります。 B 賞の色紙、 F 賞のラバーストラップです。こちら11月7日発売の1回780円のくじとなっております。 A 賞 B 賞ももちろん当たりとなっているんですけれども、C から F 賞までも書き下ろしたっぷりで、とっても素敵な商品となっております。でさらにですね、最後の一つを購入いただけるとこちらラストワン賞が必ず手に入ることになっております。こちらは A 賞とちょっと色味が違うスペシャルカラーバージョンを採用しておりますので、こちらもぜひ手に入れてください。そして現在放送中のアニメデジモンアドベンチャーの最新情報をこの人に紹介していただきます。はい、ここからは私立川ミミが担当するよ。まずは私たちのこれまでの冒険のおさらいから。東京を狙う黒幕デビモンがついに姿を現した。頼れる仲間レオモンの協力でついに聖なるデジモンの手がかりをつかんだ太一さんたち。でもその手がかりはヤマトさんの弟タケルくんのことだったの。命を狙われたタケルくんを救ったのは聖なるデジモンエンジェモン。ってことはタケルくんは聖なるデジモンのパートナーってことなの。エンジェモンはデジタマに戻っちゃうし、謎はますます深まるばかりね。その頃東京に戻ってきた私たちは世界を蝕むネットワークの暴走と奮闘中。狙いは一体何なのかしら。全ての答えはデビモン城にあり。メタルグレイモンとワーガルルモンもパワーアップ。デジタルワールドと東京、2つの世界をまたいだ共同作戦が今始まる。ちなみに私は VIP 待遇で東京を移動中です。続いてはこの先で私たちを待ち受けるデジモンを大紹介。ビッグマメモン。マメモンっていうデジモンの親玉でとぼけた顔をしてるくせにすごいパワーを持ってるの。っていうかビッグサイズなのかマメサイズなのかはっきりしてほしいよね。ワルシードラモン。海に
暮らすワルなデジモンで、しつこーくしつこーく獲物を追い詰めるやつよ。ま、陸地に逃げちゃえば余裕だけどね。余裕だよね。陸でも超速かったりしないよね。他にもいろんなデジモンが出てくるよ。みんな、私たちの大冒険から目を離さないでね。最後にこれまで登場したデジモンたちを紹介するデジモンデータファイル。今回紹介するのはレオモン。勇者と呼ばれる正義のデジモンで、すごいムキムキマッチョなの。必殺技は重拳。体一つで身を立てるなんて、立川重工創業者のおじいちゃんみたい。私も見習おっと。あちょー。詳しくはデジモンウェブのデジモン図鑑をチェックしてね。以上、立川ミミでした。ミミちゃん、アニメの最新情報ありがとう。最後に今後のデジモン関連イベントを紹介するデジモンカレンダー。現在渋谷仙台のパルコで開催中のデジモンショップパート4は11月11日まで。5000円以上ご購入してくださったお客様は、店舗内にあるミニシアタールームで限定短編映像憧れのジョグレス進化をご視聴いただけます。そしてデジモンアドベンチャーとカラオケの鉄人コラボが11月7日より開催決定。ノベルティ付きコラボドリンクのほか、カラテツオリジナルグッズも販売します。コラボグッズを3000円以上ご購入いただくと、デジモンカードゲームプロモーションパックをお一つプレゼント。詳細はカラオケの鉄人コラボ特設ホームページをチェック。続いてはこちら。11月7日から11月15日までアニメイト池袋本店1階にて AGF 青空マルシェの開催を記念して、デジモンアドベンチャーオンリーショップの出店決定。また11月7日8日にはアニメイトキッチンカーを実施。購入特典はランダムコースター。こちらも要チェックだ。以上、デジナビヘッドラインニュース11月号でした。次回のデジナビヘッドラインニュースは1月初旬を予定しております。また12月にはデジナビ本編を放送予定。お楽しみに。